シャルル・アメデ・フィリップ・バンローは18世紀のフランスの画家である。北イタリアのリーボリで生まれた。18世紀に多くの画家を輩出したバンロー家の出身で、父親のジャンバティスト・バンローは肖像画家として有名であった。トリノやローマに父親と滞在し、父親から絵画を学んだ。1738年にローマ賞を受賞し、南フランスのエクス・アン・プロバンスに滞在した後、 1745年にパリに移った。1747年に王立絵画彫刻アカデミーに入会した。同じ年に宮廷画家ミシェル・ルブランの娘と結婚した。1748年からベルリンのフリードリヒ2世の宮廷の宮廷画家となり、7年戦争中の1758年にフランスへの帰国が許された。 戦争が終わった後1863年に再びベルリンに移り、1769年にフランスに戻った。その後もプロイセンの宮廷からは年金を与えられた。プロイセンでは主に肖像画家として働いた。1770年に王立絵画彫刻アカデミーの教授となった。教えた学生にはポーランド出身のアレクサンドル・クシャルスキラがいる。ありがとうございます。